少し近くてるから。あ、ごめん。そんなことない。いつもこんなもんか。まあ、わしはあんまりこちらへ来ることがござらんからな。だからあまり勝手もわからんことじゃない。あの、人にはな、ゲスに言うと、パーソナルスペースがある。そういうのを確かめる実験みたいなのもあるらしいけどな、昔やったら異常に広い。大体な、不安のある方に広いらしい。だから私は左側が広いんじゃん。右利きだからね。こう思っておったら、こちら側がちょっと手薄になるから、そうするとこちら側の自分の範囲を広く、こういう癖が出てる。で、まあ、こうなんていうのかな、通常でいけば正四角形、まあ、正ひし形という感じなんです。こういう感じ分かれるのが通常だとすると、左側だけ非常にこういうので、こういうのがわしのパーソナルスペースですね。ちょっと確かめてみたいな、わしも。そうすると自分の戦が変わってくるんです。演武やっとったな、隣に利枝様いるからな。よくあることは利枝様いたり、まあ、刑事殿はちょっとバーンと当ってもいいかなくらい。でもまあそういうのをこう自分で把握するっていうことはまずやっぱり大事かなと確かめた。そしたらまあ基本的には広いらしい。人3人分くらい取っていいので、非常に広いこのパーソナルスペースで、特に左側は非常に広いというか、それでいくとだから演舞やっておる会場なんかはもうほぼ自分のスペースだ。まあ、気になってしまう。ただまあそこは相手との関係性によって近寄っても大丈夫。ただ利枝様や刑事殿が隣にいるという時は、人一人分かつこの槍分のこの距離感があるけれども、かなりギリギリでもまあ大丈夫な信頼ということになるんでしょう。これは石田三成に変わると小西ゆきながドン感じになるっていうのが一応自分の中にはあるんでしょう。それを考えると刑事殿は近そうだな。間合いが近そうだわ。私はとにかく遠い間合いで戦うのが好きだ。やり届くか届かないかぐらいが一番好きだ。刑事殿は近そうだ。そこがちょっと感じが違う。なんでそんな話ああ、皆が近いんじゃないか。利枝様はよく参られることが多いから、まあ多分この距離感が利枝様。体は悪いよりでかいが、おでかくていらっしゃる。それでも距離感はこのくらい。わしちょっとこう、みんながたくさん集まっとるから、今何人おるんだろう。100行かないくらい。行かないくらい。行かないくらいって言ったらもう99からしたら全然当たる。これだけの人数でもちょっと威圧感感じるからな。これが全く名古屋城に、こんにちは、ようこそか、加藤清正だよ。ついさっきまでそこで演舞というパフォーマンスをあちらの方で行っております。そして今は終わってな、ああして、記念写真を撮って行いつつ、まあ、わしはちょっと早く終わりまして、ここでどうでもよい話後も名古屋城を有利に話します。なお、2時間からは再びこちらで演奏を行い、時間あればまた見てます。今さっきやった演舞は、少し、ちょっとおふざけ要素が入って次の演舞はどうだろうな、かっこいいやつになるのかな。かっこいいやつ希望か、面白いやつ希望か。
白い。どっちもか、はい、欲張るな。バーゲン。バーゲン。私多分武将大学で一番いろいろやらされとるんです。他の武将にこれは当てはまらないなって言うんですけど、大体はシャッとある。さて、私これだな。働けばいい。
さらに名古屋市を空いておる間は我々も出陣じゃからな。我々も働き詰めになってしまう。まあそれでも良いが戦がないよりある方が良かろうよ。もちろん別のところに行っても良いが、さて今我々正体のこの天下一を決める本戦への残り一つの出場枠をめぐって参戦枠をめぐって戦っておる。まだこれからかな。セントレア会場はどうなんでしょうか。昨日信長様にお会いをした。信長様は仰せであった。昨日我らは大忘年会というものを催したの。どちらかというとこう和やかなというか、まあ笑い絶えない、戦場であったわけですが、先に信長様は中国最高峰へ行っておられた。他のその敗者復活戦に出る者たちも同じところに来ていた。全然空気感が違うぜ、我々なんかあんまり近寄らない方がいいかもしれない。まあそれぐらいのこう思いを持って全国からこう集ってきた。その前で我々忘年会やってていいって言いながらも、まあしかし忘年会は忘年会で大事な戦というか、我々も盛り上げてまいったと。この度は三英傑をはじめとした鉄道大河じゃな、盛り上げる、そういう任務を担って今中国最高峰に行っておるわけじゃが、どんな空気感の違いがあるっていうのが行われている。これが非常に気になる。浮いてないかっていう名古屋の正体が、こちらが本線にどこが出てくるかっていうことも同等ぐらい気になるところじゃない。まあでも本線はどこが手前かな。なんかどこも来たら面白いだろうなっていうところもあるんじゃない。秋広島の正体なんかが出てくると、あそこはあれじゃろ、バンドの歌っていうか、がっつり歌っていくというところで、まあ一つちょっと今までとは違う感じも出てくるね。だから土佐が生まれるとまたこれはこれで第1回目の時に銅の感じを歌ってました。第3位の土佐が上がってくるとまたどんな姿を見せてくれるか、こういったあたりの楽しみもござるし、でも伊達も渋いよあそこは渋い。個人的には結構好きじゃな。特にやっぱりこうわしの中では個人的には全国の武将隊の中で伊達武将隊というのは非常に存在価値があるという、やはり震災のそこから復興してきた象徴的な存在にもなっているということで、そのあたりは、まあ、もちろん戦う身となれば、そこは我々も全力尽くしてまいるところであるけれども、まあ、そういった思いを持ち込んで本戦に来てもらいたいという思いがあります。でも愛知戦国時代の方々が来たら華やかなんだろうな男臭くなるから、ね、どうして男ばかり。あ、でもアマちゃんおるわ。アマヒマ間違えとなんだろう最近さすがに言われなくなりました。よかったよかった。まあ、姫様方が参られたら、多分あちらもちょっと歌を使いながら、男には出せない高音がな、聞けるな。わしは高い声を出す子は結構好きだ昔の信長様はあんなに低いお声ではござらず、
今あれだろ、徳川家康というお声者からちょっと場所だいぶ、あ、お年を召されて声が低くなられてるのかなっていう感じだと、そういうのも、あともう一つ上田か上田、あそこの、あの敗者復活戦が行われる場ではどのような演舞を見せてくるのかっていうのがちょっと気になるので、あそこは大体本戦と本戦でちょっと色をガラッと変えてくるというか、こういう策略を、ね、ただあそこは作り込みがやっぱりすごい、そこら辺は見ていて非常に楽しい、またもしもまだ脅威で、刑事ってもう遅えな何をやってるの皆が寒い寒いと言うからな、今日は寒い今日は寒い、一つわしもいつもより一枚重ねてまいったところ、暑いがやちょっともうお待たせ申した、お待たせいたしました、おっせすまないんだよいよいこれなんか意味あるの、なんでこれ、お、誰か忘れ物だ、え、誰だ火の穴の中に名前ペンを忘れたものは誰だ届けるか、すごいな、そしてこれ結構な、こう重心というか視点取るの難しいんだよこれそこ結構揺れとるので中に落ち込むかもしれない、あ、これファンなんだ、届けるか一応結構大変だろこれ誰一人取りに来ないと思うけどな一応届けるか、見つけたからか、名前変えてなんだよ、でわしのかもしれないこれ、名前書いとらんからそうじゃろ、ああそういうことね、考えてみ、あの冷蔵庫に入っとる自分の食い物名前書いとかんと食われてまうからな、そうじゃろ、そうじゃろうが、ケイちゃんのケイちゃんとか食われちゃうやかましいよそれは清正が随分気に取るやつよ、ケイちゃんはうまいぞ、多治見の方のあのあちらの東濃の名物で、まあ、ケイちゃんとケイちゃんせんべい、まあ、清正が随分気に取ってな、結構最近親交あるじゃろ、あの多治見というんじゃない、結構こうそちらの特産物というか、まあ、な名物が、うん、なんじゃろうな、土産品としてこう売り出していこうということでの、随分の清正がな、うまいもう一枚くれ、うまいもう一枚って言って結構ケイちゃんせんべい、あれうまい、なんでもな、おすすめじゃ、あれうまい、酒に合うな、あれまでもな、あと、まあ、単純にケイちゃん自体がおすすめだ、うまいわな、ケイちゃん、なんか、わしのこと褒められてる気がしてあの知らないものはぜひな、あの鳥、鳥っていう字に、まあ、ちゃんはあれカタカナか、まあ、ひらがなかな、ひらがなかな、ケイちゃんっていう、ケイちゃんという、その、なんちゅうんだろう、あれ B 級ではないよな、郷土料理に近いのかな、最近なんかで言うと、もう味付けされとって売っとるからな、あ、そうじゃな、こちらの地方では売っておる、売っとるよ、ぜひ、あの遠方のものでとかで知らないよというのが、ケイちゃん、ちょっと、がケイちゃん画像ってやつなわしが出るかもしれんケイちゃん画像でやると、そのケイちゃんのその料理のあれの間になんかこういうのがなんか映ってるこの人食えるのみたいなうまい、うまい、気持ち悪いうまい、うまい、まあ、では参ろうか、そうだな、あっ、今なんだ、そうだって、うまい、よい、あれかな気持ちいいなさっきまでおっせって言ってた
ったわけ。裏表あるんじゃな。あ、裏表もバリバリにある。すぐこうやって悪ぶるんじゃん。心底いいやつだけどな。すぐ悪、もうすぐ悪ぶるんじゃん。めちゃくちゃ悪いぞ、わしは。現世でいうところなんかブイブイ言わしとったみたいな感じで、もう武勇伝を語るかのようにわしブイブイ言わしとってなみたいな。すぐ痛がるけれども、心底いいやつなんじゃん。あ、そういえばさっきの、ケイジの、テーマ曲、歌詞の、あれ、みんな好評だったから。歌った。まあ、ボソッとな。どう披露したな。いや、すごい、みんな、あ、いいです、いいです、絶対、いいお店なんじゃないですか。さらにな、みなみな、鮮度があったかもしれんけど、我ら聞きすぎて鮮度ないから。本陣にて聞きすぎて鮮度ないで、言うとくけど。即興とか言われる。違う。前、作った瞬間は即興だったな。そうじゃないか。最初な、初め、ええ感じに入ってくるじゃろう。ちょっとなんか、ロマンチックっていうか。え、清正さん、そこのこと言うかと思ったら、最後、キモさらしいな。落としてくる感じが。まあ、作風。では、参ります。参るかな、ちょっと。参るかな。頑張ってほしい。さあ、ということでだな。この道は14時半よりまた再びこの場所にて、演舞を執り行うゆえ、ぜひ時間許すもの、参られよという次第じゃ。また違う演舞が見られるかもしれない。そうだな。うん、それで同じやったら面白いじゃんな。全く一緒。まあその辺も期待しつつ、本当のもう納めの演舞になるからな。今年最後の城納めかつ演舞納めという形になってまいるかなというふうに思うゆえに、ぜひお時間は14時半よりお仕上げ。それでは方々、これより退陣いたすゆえ、この後もゆるりと名古屋城を楽しんでいってくださるよう。それではまたお会い妄想、さらばじゃ。さらばじゃ。ありがとうございました。さらばじゃ。